クラブ対戦。空は落ち、地は裂け、海は枯れ、相手のオーダーを偵察するしてすぐ脱退したり、そんなね、争いの火種にもなり、絆を深める交流の場でもある。そんなクラブ対戦はね、もうなんかわかんねえよと思ってやってない人もいるかもしれないですけど、やらないのはもったいないっていうことで、オーダー紹介とともにクラブ対戦についても話していきたいなと思います。ってことでやっていきましょうか。まずね、今回の相手ライバルマッチってことでね、どこもまあめっちゃ手強いんで、この乃木坂46さん、乃木坂46、前回はこのエンゼルスの相手に勝ってるとかね、と、まあ大体自分のオーダー、自分のクラブの他のメンバーのオーダーっていうのが、まあ大体分かってたら、ああまあこんくらいの感じかな、要はこのくるみってやつ俺は撃退しているっていうのがね、この画面から分かるかなと。で、前当たった時ワニのやつに俺は負けてもいるし、攻められてぶん殴られてもいる。だからこういう相手はちょっと要警戒。そういうのが過去の戦歴から分かったりもします。ただ、これね、ボールの消費数っていうのが出てるわけですけども、ボールの消費数的に割と俺が早いタイミングみたいなんだよ。虹玉であったりとか、下の方のプラチナをどこまで攻めるかっていう風になるんだけど、この10人ラインよりは攻めて下を。前回はこのすっとこどっこいっていうところ倒してるんで、どっちも自分じゃないクラブのね、対戦の記録っていうのも、これ実は見れたりするんで、この辺のオーダーで、こいつ相手に分かってるな、負けてるなっていうのをここで判断がついたり。まあとにかくアストロズみたいな先発がかく強いチームには、俺はあんまり攻めたくないですね。攻めるチームはそこで変えたりしてますね。オーダーの組み方的なことを言うと、クラブ対戦で、毎選手、クラブ選手、クラブ球団ってことで、まあ自分のチームの成績、それでね、基本的には俺はジャッジとルメイユを1、2番に置いて、3番、4番、5番、ジャスティス、ジアンビ、グランダーソン。ジアンビ、ジャスティス、グランダーソンがね、成績に対してホームランが多くなってるっていうのは、これ、俺はね、結構自分で操作したいタイプなんで、出塁率の比較的高い、ちょっとなんか逆転現象起きてるけど、ルメイユとジャッジを1、2番に置くことで、自分が操作するクリーンアップのジャスティス、ジアンビ、グランダーソンをより強化しようという。グランダーソンちょっと出塁率低いか。オーダーの組み方、もうピッチャーは正直知らん。ピッチャーも正直わかりません。とにかく打線だけ言うと、リーグモードの記録室もね、バンと見れたりするんで、出塁率が高い、より塁に出れる選手、このルメイユ1番、2番ジャッジっていう風な流れにして、一番操作したいジャスティス、バッティングマシン、打線支援、中心打線、けど2番のジャッジが、とにかく出塁さえしてくれれば全能力プラス5っていく、このバッティングマシンとジャッジ、出塁、中心打線のジャスティスでもうバカバカ打っていくっていう、俺が自走者で打たないと割とどうしようもない打線の組み方しますけど、その後をジアンビと、比較的打ちやすい中心打線ついてるグランダーソンとかでなんとか点を入れていくって、もうねボコボコ打たれることが確定なのよ。もうリリーフボコボコ打たれます。先発セベリーノ以外は基本ボコボコ、セベリーノもしないが基本ボコボコなんで、もうなんとか打つしかないっていうことで、比較的操作がしやすいジャスティス、ジアンビ、グランダーソンをクリーンアップに置いて、その前にランナーを置けるようにルメイユとジャッジを1、2番に置いてる。あとは下位打線がついてたり、まあ、適当なスキルがついてるメンバーを並べてるって感じです。それじゃあね、いきなりピンチな匂いがプンプンしますけど、攻めていきますか。先発だろ。いやー、ビッチバーネット、まあ、バーネット対セベリーノだったらまだチャンスある。球重い。まあ、完全に OVR を負けてるけど、 OVR の勝負じゃねえから、打者の勝負だから。嘘だろ。まずい、セベリーノ変わっちゃった。まずいって、バカ。ファック。個人的なね、本当に個人的なやつなんですけど、アストロズはちょっとピッチャーが全員地獄すぎるんで、アストロズ、まあドジャースよりアストロズだな。俺は結構一番打ちにくいっていう意味でアストロズは割と避けがち。ちょっとボストン行くか。いや、行ったれ。グランダーソンか。オッケー、しゃあない。
基本的にはジャスティスを使いたいです。107のギルバートなら打てる。オッケー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 。クオリティーサード。マジ。やばい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 。ヘルマンか。まずいまずいまずい。うえ、ヘルマンの打線支援が効いてんな。おら、ナイバッチ。おら、ひどすぎる。グッドとは思えない。はい、よっしゃー、バゲルラ。おら、ナイスバッチ。ということでね、もうご覧の通り OVR 的にはもうひどい負け方だとしても、自分の操作や采配一つで虹も倒せるってこと。よし、これでですね、ご覧の通り俺のチーム OVR が106なんで、 OVR7 相手、まあ、7相手に勝てることは少ないけど、 OVR でも3とか4上ぐらいの相手だったら、今の俺のオーダーだったら倒せるかなって感じです。あとは頼んだ。つうことでね、あ、もう行っちゃったんで行きましょう。有限は実行しましょう。狙いとかはもうないです。はい、前回ルメイ引いてるんでね。もうこれ以上の引きしたら、ちょっとやめちゃうかもしれない。うん。ほんじゃ、球団選択シグネチャーパック引きますか。ああ、クラブメンバーにはちょっと早めのネタバレしてるんですけどね。ヤンキースタジアム。球団選択シグネチャーパック、ニューヨークヤンキース1個しよう。行きましょう!レッツゴー!いや、なんか引ける気がする。いいの来る気がする。来る、来ないわけない。いや、何回見てもいい。まずは、バッ!やばい、やばい、やばい、これもやばいやつ、トーレス。19、19、19。頼む、腕上げてない。うわ、マジか。いや、悪くないんだ。悪くないんだけど、いやいや、68でしょ。本当に悪くないんだけど、こっちと違ってショートできねえのとゾーンが微妙なんだよな。またマジか。しかし、いや、ショートマジどうしようかな。ん?ん?Derek Jeter, number two.